株式会社 FM 富士は山梨県を放送対象地域として超短波放送をする特定地上基幹放送事業者である。愛称は FM 富士。識別信号は JOCVFM。1988年7月頃より試験電波を発信。同年8月8日8時8分に JFN 加盟局として FM では全国26番目に開局した。山梨県のラジオ局であるが、県東部の三ツ峠中継局の電波が関東地方の広範囲にスピルオーバーで届くため、東京都の FM 局及び関東の独立局との差別化を意識した編成となっている。テレビ、山梨主導で開設された。東京放送出身でUTYの専務をしていた達重有が初代社長に就任。金丸信の長男でUTY相談役の金丸康信が取締役を務めている。当初は1日あたり21時間から23時間、放送で6時24時は自社制作中心、早朝深夜は JFN のネット番組を中心に編成された。次第に自主編成志向が強まり、1992年から独立放送局に移行した。同じ年にサテライトスタジオ、STUDIO ViViDを東京、代々木にオープンさせたほか、新宿駅ルミネにあったターレコード、新宿店内、フラックス店内及び小田急新宿ミロードにもスタジオを設けていた時期があった。このほか、稀に富士急ハイランド内に放送設備を設けて放送を行うことがある。当初の愛称は FM 富士であったが、後に現行の FM 富士に移行した。2006年6月26日、開局以来使用してきた甲府市丸の内の旧社屋から伊沢温泉に近い甲府市川田町アリアに新社屋を建設し移転し、同年7月3日から新社屋での放送を開始したが、これを記念して7月11、12、16日にゲストを迎えての公開生放送が行われた、グレー、エグザイル、ウィンズ。なお、新社屋は、音声卓からステレオ変聴器まで、フルデジタルとなっており、デジタルラジオの放送にも対応している。2009年4月1日から2010年9月30日まで、東京、西麻布に、西麻布スタジオを設けて、非公開生放送形式の番組を放送していたが、改編に伴い閉鎖されて、2010年10月以降からは、代々木STUDIO ViViDへ移動する形となった。2016年5月9日12時より、ラジコでラジオ放送のインターネット配信を開始。2018年4月にコーポレートロゴを、現行のデザインに変更した。2021年4月に、大幅な改編を行い生アイド番組が刷新。また、フィラー番組が早朝、深夜だけでなく新しく月曜・木曜12時13時と日曜7時8時30分、10時30分11時54分、13時15時53分にもミュージックターミナルを開始。早朝の ON ザ・ウィンドも5時台だけでなく6時台にも拡大した。NHK 甲府 FM の三ツ峠中継局の電波が低出力ながら送信アンテナの高度の関係で関東平野まで飛び、東京都区部でも良好に受信できていたことから、東京圏進出を狙って三ツ峠中継局を NHK の5倍の空中線電力 500W で申請するも郵政省から必要以上の出力として却下されたため、6割に削減した 300W に落ち着いた。それでも同じ三ツ峠の FM 放送の中で最も高出力となっており、山梨県の FM 局では本来ありえない広範囲からのリスナー獲得とそれに伴う高収益を生み出す源泉となっている。開局までの短い間に JFN 加盟案と独立局案との間で二転三転し、結局は JFN 加盟で開局する。関東地方でエリアが重複する既存。JFN 局の FM 東京とは異なる編成を目指して自主制作番組をメインにした上で深夜などは JFN の B ラインの供給を受けていた。さらなる差別化のため、1992年に JFN を自主脱退し独立局となって現在に至る。このように JFN から独立局へくら替えした FM 局としては唯一の例である。甲府、身延と三峠では一部 CM が異なっていたが、2013年11月、現在同一。渋谷区代々木にある東京支社、STUDIO ViViD主に西部、中部向けには 83.0MHz、郡内地域と東京向けには 78.6MHz、身延町など京南及び北都市など、海北地域向けには 80.5MHz で送信されている。営業部が広告誌向けに使用する放送エリア内総人口は約1200万人で、放送対象地域である山梨県の人口の約14倍もある。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出典、筆頭株主はテレビ山梨であるが、ヤマヒ、ユーブスグループも大株主である。2003年3月31日随時、平日週末アーティストタレント出演番組やにラジ、ラジオドラマなど14時55分からのヤマと運輸。提供枠は JFN とは別番組で CM だけネットしていた。ただし、パックインフォメーション時代は身延局のみネットしていた。FM、富士のニュース、天気、交通情報はワイド番組に内包、もしくは番組の合間に放送される。STUDIO ViViDからの番組内でもすべて本社STUDIOから放送される。日中は基本的に毎時50分から54分頃を目安に、FM 富士トラフィック&ウェザーインフォメーションとコールが入り、交通情報と天気情報をセットで伝えている。ニュースを伝える。ソースは共同通信。また、放送時間は細分化されている。天気予報を伝える。東京地方、神奈川、千葉、埼玉、長野、静岡各県の天気予報、気温予想、降水確率などと警報、注意報を伝える。交通情報を伝える。中央自動車道をはじめとする高速道路と首都高速道路、山梨県内、東京都多摩、23区、神奈川県北、県央の一般道の情報を伝える。放送時間によっては、日本道路交通情報センターにつないで職員が伝える。普段は球団センターから伝えるが、平日の8時10分、8時40分、16時30分、18時16分に限り山梨センターにつないで、上記の内容に加えて、甲府市内の混雑情報等を紹報する。男性女性、ありがとうございます。